今日は葉っぱも全部使っちゃいます。これも炒め油に使います。もう切らなくてもいいね、これね。切らなくても大丈夫です。はい、ってことで戻しましょう。もうほぐほぐです。バーンと音がうるさいんで大事をかく。よし、だいぶ炒めました。うわっ、ちょっとちょっとペロリ。で、パセリも入れちゃうかな。強火にして炒めます。じゃあ、ここでね、白ワイン。はい、ここでアンチョビ。ペーストです、今日は。味見てみますね。
ただきます。どうでしょうか、オイルサーディンね。2回目だな。前は醤油味にしたんですけどね、今日は白だしにしました。うん、バッチリ。うまっ、めっちゃうまいよ。いいね、このセロリもなかなか。もうたまたま余ってた素材をね、使っただけだ。はい、ごちそうさまでした。いやー、今日のね、このサーディンのパスタなかなかいいっすよ。おすすめします。缶詰なんかでほら、よく視聴者の方からも問い合わせがあって、オイルサーディンいっぱいあるんですけど、なんか使えないですかねっていうんで、まあ、たまたま冷蔵庫にセロリとかね残ってたんで、じゃあちょっとそれぶち込んでやってみようかと思って作ってみたら、まあまあ美味しくできましたよ。うん、これはありですね。前はまあサバ缶のやつもやったんだけど、結構近いですね。やっぱり青魚系なのでテイストはよく似てるかな。だけど本当美味しかったです。こういった青魚は栄養価もね高いし、免疫力を高めるんで、ぜひ作ってみてください。もしあの気に入ってもらえたら、チャンネル登録とかよろしくお願いします。あと使ってる食材とかそういったのは概要欄に貼ってますので、気になる方は覗いてみてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオチャオ。